2月26日日曜日、個性に春の訪れを告げる座禅僧の開花に合わせ、今津町の座禅僧群生地を主会場に、今津座禅僧祭りが行われました。群生地入り口付近では、地元特産品の販売などを行う座禅僧交流市が行われ、見物客で賑わいました。また、今津の街中を散策しながら座禅僧群生地まで歩く、座禅僧ウォーク&学びの集いには、県内外からおよそ100人が参加し、小雪の降る中、およそ2キロの道のりをガイドの案内で歩きました。午後からは、今津東込線で座禅僧学びの集いが行われ、岩手大学の伊藤教授が座禅僧の発熱の仕組みなどについて研究の成果を話し、参加者らはその不思議な生態に感心していました。